同御殿に入れ。お直りください。板橋区にある東京家畜博愛院には警察犬211頭が祀られていて、毎年春と秋の彼岸に慰霊祭が行われています。今年春以降では警察犬エバルト号が7月に12歳で亡くなりました。エバルト号は連続コンビニ強盗事件や連続ひったくり事件で犯人が残した手袋やヘルメットの匂いを手がかりに事件を解決に導くなど、8年間でおよそ400回現場で活躍したということです。身を粉にして、ひたむきに任務を全うしてくれたことに対して本当にありがとうという、感謝の気持ちと、そしてご苦労様という気持ちでご紹介をさせていただきました。警察犬は厳しい訓練や真夜中の出動などで寿命が短いことで知られています。